JRA 日本中央競馬会トップ、JRA.JP 東京競馬バトップ、JRA ジップフェイシーティースレーセット。1オッズ。昨年有馬記念優勝コレキンアクタ。無銀棒の跡地いつまであのままなの。今日人多くなかった。でも未来の桜花賞馬の圧倒的パフォーマンス見れたから満足。暖かかったからですかね。指定席は寒かった。あそこは風が入りそう。おめ。千名前、こんなな。みんなで幸せになろうよ。開催できるのかってくらいの風だ。直線は超アゲインストだな。台風は別としても強風は競馬に全く関係ないだろ。タイムには影響するだろうけど。そもそもこの程度の風なら専用マリンでも野球が中止にならないで。12気温が低いだけで台風並みに発達した低気圧なんだがな。それとも何か、強風は安全な競馬の思考に影響がないというのか。今17度ぐらい春一番なら思考中止もありそう。向かい風が強い時は体重の重い馬を変えて、明治生まれのばっちゃんが言ってた。海老名はこの強風で踊ったら落ちそうだから今日は買いだな。14馬は大風に弱いんだよ乗ったことねえのかよ。晴れてきたね。そろそろ競馬場行きます。強風だしパンチラ見れるかな。昨日はまだ冬の格好の人が多くて見れなかったけど今日は期待してま。今日は風ビューそしてゴミビューがひどすぎる。缶ビールとか缶チューハイとか持ち込むやつちゃんと管理しろや。カップルの男の方は冴えないけど女の子は可愛い子多いよね。スーツで会社にいるとビシッとしてる人が競馬場ではダメ親父の姿だった。23男が金持ちちなんだろ。会社ではおとなしく真面目な女の子が競馬場では露出高いち女みたいな格好してた。そりゃ、会社でち女みたいな格好してたら頭おかしいだろ。18おめでとう。五桜花賞、2年連続で逃げ馬が勝つとは思えないんだよね。勝たないと思うよ。最近行き始めたんだけどパドック 1F 正面におるイボイボの気持ち悪いおっさん、何あれ、一緒にいるやつらとやたら大声で喋ってるしピー不快なんだが。30不快だったら別の場所で見ればいい。パドック正面は基本的に常連の巣窟だから嫌なら別のところに行くしかないよ。それか慣れろ。最後の一行到着すぎて笑った。22ちゃんと管理しろやという以前に缶瓶の持ち込みは禁止なんだがな。32所詮ギャンブルやるようなやつらは人間のクズなんだからしょうがない。指定席当たらないかな。 JRA カード入っちゃおうかな。中黒。30ガキかよ。33別に禁止じゃないだろ。禁止だろ、風強いんだから飛ばないようにちゃんと持っとけで、ちゃんと空き缶入れに捨てろ。散歩が寺で土曜日のクイーンシー見に行ったけど G1 馬が出る割に人が少なくて気持ちよかった。 G1 の時には常連面でウィナーズサークルに固ま。中山は狭いから入場者少なくても窮屈だよな。土曜の府中めっちゃ快適。